早速、いろんなリズムパターンに合わせて演奏していきたいと思うんですけれども、ここにですね、本当に分かりやすくメタル、ブルース、ジャズ、ファンク、レゲエというふうにあのジャンル分けされています、その一つ一つのジャンルの中に6つのリズムパターンが入っているので、すごいあのたくさんのリズムパターンと合わせて練習ができます。はい、じゃあ、早速いろんなリズムパターンに合わせて演奏していきたいと思います。まずですね、この16ビートに合わせて1曲聴いてください。